たるべき時への警戒レベルの引き上げとともに、運算技が観測任務への復帰、計測を我々には時間がありません。起きてください。起きろ、神。ようやくお目覚めですか。では、バイタルチェックを行います。心拍数上昇、体温並びに血圧低下、脳波の波形及び頭髪に大幅な乱れあり、ハイパースリープからの緊急覚醒によるショック状態並びに強度の寝癖と推測されます。もしや私のことをお忘れですか。寝ぼけがひどいようですね。しっかりしろ、神。私はムシュフシュ、あなたのオペレーターです。自分の名前は思い出せますか。そう、あなたは神。脳の機能は特に問題ないようですね。数万年や数千年以上も前の出来事で未だにうなされるとは、神のくせにいささか愚かしく思いますが、冷凍睡眠で寝こけている分体感時間は短くなるので、それもやむなしということにしておきましょう。それではよいしょ。ビジョンリンクシステムにリソースを割くため、本来の形態でオペレーションを行います。前回の観測より73年と6ヶ月28日11時間38分が経過。進行エネルギーのホットスポットがかなり増加しています。本館の位置から一番近いスポット検索。さあ、あなた方の蒔いた種がどこまで育ったか見に行きましょう。連進！連進！ビジョンリンク適合者を発見しました。神の国籍、日本人。性別、男性。年齢、18歳。姓名、須佐龍一郎。最高神、須佐の。ビジョンリンク開始。いってらっしゃい、神。
せろ。バカな、こんなことが。すまない、これも宿命だ。おや、ビジョンリンクが不安定のようです。リンクが途絶え、先ほどの敵校舎を再検索。突き進む。天使め、権限せよ。連心。消え失せろ。手荒な真似は避けたかったが、悪いが押し通らせてもらう。使命が権限せよ。連心。
けるわけには。意識を喪失します。ビジョンリンク解除。命を扱うのには慣れてる。これでも一応医者だからね。良い兆しです。練習。やってやる。
やった、勝ったぞ。Yeah.